じゃあ今回こそはね、絶対ね、羽衣ギツネを、まあ最低ね、5枚をゲットしたいね。一気に5枚をゲットしたいっていうことでね、早速上げていこう。いったれ。じゃあ頼むぜ、羽衣ギツネ出てくるよ。ザンザザザザザラザザイザイザイ。あ、そう、声優カードもあったんだ。そう、忘れてた。ザン、外れ。外れまくんな。お、このマミル持ってない。警戒員マミル、うん、マミルも才能ある。陰陽師ザン。でもね、リュウジの命令ばっか聞いてんだよこいつ。リュウジの命令がなかったとか言って。ハグン、これハグン4枚目じゃないかこれ。ハグンめっちゃ出んな、かぶり総攻撃で。生ハゲかぶり総攻撃で。お、行源、行源はね、あの根性水だっけな、水、なんか金の上になんか水滴ができて、その水滴がね 99.999% 純なんだって。でそれが物を腐食させるのに一番なんだっけな、いいとか何だか龍二が言ってたな。まあとりあえずこれに触ると溶けちゃうんだね、行源。確かそうだったような気がするな、間違ってたらごめんなさい。ずっと前読んだんであんまり覚えてないんだけど、確かそんなようなあれだった。おお、これ持ってない、これ持ってないぞ。とね、雪の下ベニウメ。ああ、このね、雪の下ベニウメっていうのはね、あの、土雲と戦った時に、なんか、雪女のつららが、あの、土雲にさらわれるのね。で、修行して、帰ってきて、あの、まといっていう技をゲットするの。で、その、まといっていうのは妖怪を背中に背負ってね、この武器にできるっていうやつなんだけど、その時雪女を背負って、雪女をまとってる時の技だね。土雲のね、右腕の一本を、確か、破壊したんだよね、これで。これ持ってない、ラッキー。あー、これ持ってない、秩序の世界。これ一番最初にゲットした、確か。かぶり総攻撃で、カラス天狗かぶり総攻撃で、おおお、来た来た。叶わぬ未来。これ黒い髪だから、リコのお父さんだね、これ。リコのお父さん。ちょっと殺されちゃったお父さんと、これお母さんかな。で、これがリコだ、多分。おー、キラ来た。いいね、キラゲッツ。やったぜ。でも、羽衣ギツネがいないっていうね。早速、二つ目いこうぜ。よし、頼むぜ、羽衣ギツネ。声優カード、バン、外れ。もう出ねえな、これ。まあ、これはもう出ねえな。まあ、いいや。とりあえず、羽衣ギツネが欲しいだけだから、俺は。うん。よいしょ。ザン、絵描くときにこういうのってね、便利なんでね、ネットとかで検索するんだけど、めんどくさいんだ、結構。だからカードとか、ああ、制服が綺麗になってたら、こうパッと見てさ、この制服見て、多少わかれば、あとは想像で描けちゃうから。リンコ。これ持ってないわ。やったぜ。ゲッツ。うわぁ。ひれもと持ってる。かぶり走行。あれぞ持ってる。かぶり走行。うわぁ。狂言出た。かぶり走行。おぉ、これ持ってない。これ脱いだね。安倍の生命。千年の闇。おぉ、これかっこいいな。安倍の生命。脱いの誕生。かっけぇ、これも。あぁ、雪の下ベニューメン持ってる。おぉ、ひでもと。これ13代目の、もう天才と言われたね。京都に結界を張った人。イケメン陰陽師。おぉ、ヌラリコ。でも羽衣ギツネがいる。しかもキラ。お、これレアだろ絶対に。相手がだって羽衣ギツネ。ザン。いいね、最高。羽衣ギツネゲットしました。羽衣ギツネが映ってればそれで OK っていうね、これは。よし、ラストは行っちゃおうぜ。ラストは切れ目があったか、切れ目あったぞ。ザン。まあ声優カードも当たればいいんだけどな。じゃん、外れ。残念、外れです。次は当たりますように。くそー、外れまくってんな。うん、まあいいや、いくぜ、どんどんいくぜ。あー、今ラギ同士かっこいいけど持ってるのはかぶり走行機で。うー、木戸丸かぶり走行、皆殺し地蔵かぶり走行。うわお、生ハゲかぶり走行。おー、これ持ってない。雪女、これ土蜘蛛お断りします。まあとりあえず雪女、これ持ってない。陽姫持ってる、ヌラリヒョン持ってる。おお、羽衣ギツネ来た。マジかよ。いや、めっちゃかっけえこの羽衣ギツネ、やべえ。おい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 、来ちゃいました皆さん。ついに羽衣ギツネが最後の最後で、今回はザン2枚羽衣ギツネゲット。やったぜ、来た。あとでもう1枚キラがあるんだけど、ザン。いいね、こう全身映ってる麗しき羽衣ギツネで、うわー、今回当たった、めちゃめちゃかっこいい羽衣ギツネ。じゃん、前回当たったね、羽衣ギツネ。これいいな、これも好き、すげえ。これもいいね、これも全身映ってるね、一応踏みつけられてる。
このカバン何が入ってるか気になるよね。うん、数学のノートで書いてたら超笑えるよ。で、ぬえがいけ、これ出産をするという。じゃあ、ということで揃ってきたぞ、羽衣月面コレクションが。うん、ということでまた次回ね、買ってきた羽衣月面をどんどん出したいと思います。ということで、今回はね、この羽衣月面と、これじゃない、これじゃない、これじゃない、こいつだ、これゲットできました。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。よっしゃー、調子いいな今回。波に乗るぜ。